みんなで変えよう年金の未来。連合はこう考えます。少子高齢化、働き方の多様化の中で誰もが安心できる年金制度を維持するためには、社会保険のさらなる適用拡大、基礎年金の給付水準の底上げの2点が必要です。連合の考えその1、社会保険のさらなる適用拡大。連合は全ての働く人に社会保険が適用されるよう求めています。まず企業規模要件は撤廃、その他の要件についても見直しが必要です。そして現在個人事業所で非適用となっている理美容業や飲食サービス業などへの適用拡大を求めています。連合の考えその2、基礎年金の給付水準の底上げ。連合は基礎年金の底上げを求めています。基礎年金の財源は厚生年金と国民年金から公平に拠出する仕組みとなっています。具体的には20歳から59歳の加入者数に応じて計算し、公平に負担することとされています。基礎年金の給付水準を底上げするためには、59歳という上限年齢を引き上げて拠出金の額を増やす必要があります。基礎年金の半分は税金で賄われているので、増えた拠出金に見合う税金の追加も必要になります。税金の確保も合わせて、将来世代の安心のために今から実現に向けて取り組むべきです。連合は基礎年金の給付水準の底上げによる公的年金の機能強化に向けて取り組みを進めています。国会審議において社会保険のさらなる適用拡大、基礎年金の給付水準の底上げにつながる法案修正が行われるよう、学習ツールの提供、政党・議員との連携、若者・パートタイムで働く人などさまざまな世代をターゲットとしたインターネットや SNS を活用した世論喚起などに取り組みます。年金の未来のために、これからも連合は取り組んでいきます。